皆さんこんにちは。ファミツアップ攻略班タイガー櫻井です。そしてファミツアップ攻略班宮本です。よろしくお願いします。お願いします。これ何回したの？なんかよしみたいな。よし、なるほど。今回は馬場園さんはお休みです。お休みでございません。ね、次の動画から多分出演、あ、次かもしれない。次っすね。次かもしれないですね。来ますのでお楽しみにお待ちください。今回挑戦するのはデスアーク第9シフトデスアークね。はい、第9シフトとコラボしたデスアークの降臨クエストに挑戦してみたいとコラボしちゃいましたか思います。バイ。今回ですね、このねクエスト結構実はね難易度低め。楽勝楽勝。結構降臨パでフレンドガチャゲンとかでもクリアできると思いますので、今回はね村雨もいるんですけれども、ガチャゲンは1で挑戦してみたいと思います。はい、ちょっとねでもひっくりで固まりすぎてて怖いところはあるんですけれども、楽勝楽勝楽勝。光ね、闇属生態室あるしね。そう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 、もはや光じゃない、村雨ね、もはや光じゃない。いや光ですけど、あ、そう、ちょっと見せ忘れたんですけどね、これアスカです。神アスカじゃない、新アスカ、アスカウリエル、四天使アスカウリエル。いい、かわいいよね、アスカ。これさ、まだ打ち方定まってないんだけど。打ち方で、これでいい。いや、友情全部拾ってもいいんじゃない。ちょっと一応ハートつつくね。お、うまいうまいうまい。おお。これね、ちっちゃいね、この人がね、分身します。ちっちゃいこの人。そう、これね、元は人だったかもしんないですよ。怪異。怪異。怪異なんだろう。何の怪異だろうね。わかんない。聞いてみよう。上に飛ばせる。さあこのドクロちゃんはね、移動とこういうパターンが移動と横レーザーと、はい、なんだっけ、拡散弾ですね。なんか見た目通り痛めなんですけれども、アビリティロックが嫌なんで、なるほど、行きました。ほらこの横レーザー痛いよ。じゃあこういうパターン豊富なんですね、このドクロちゃん。怪異は。あ、怪異ね。そういう怪異だからね。パないの？うん、よし。ナイス。やっぱ帽子可愛いっすよね。帽子？あ、帽子可愛いっすよね。この人の帽子ですね。人の帽子。人の帽子。それはマジでお前だけだから。お前だけが言ってんの。俺何言ってんだろう。いいんじゃないですかこれ。馬場さん早く来てくんないかな。対応困る。そう、会が2人いるだけなんですけれども。ちゃんとね本人降りてきます。おお、降りてきますよ、やつが。ドン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 。はい、来ました。このね中ボスのデスアークさんなんですけれどもね、実はね足はハリボテ。足はハリボテ。本当にマジ足何も判定ないの。膝らへん、もう股間まで何もない。股間までマジで本当何もないです。よし、じゃあ股間狙います。股間まあそう上がっていきますね。はい、お願いします。でね、メインギミックがそう重力バリアですね。でレーザーバリアがちらほら出てきて、あとは移動と敵召喚と毒がちょろっとあるかなと、あとアビロカくらいですね。あと AT フィールドだ。 AT フィールドはボス戦から AT フィールドが出現します。はい、このねボスの中ボスのね4ターンって書いてあるところがあるんですけれども、これが結構ヘビーな攻撃なんで、結構ヘビー。地震。おお、あ、地震ちょっと焦るな。毎回めっちゃ痛い。しかも結構痛いんだ。めっちゃ痛いんでこれには注意ですね。じゃあ一応ハートは取っとくと。はい、そうですね、ハート取っておいて地震食らう前にはい取りましょう。了解です。ういっすういっす。よし、お、これねシトキラーだね。そうシンクロはねシトキラー付きだからね。これ倒せそうな雰囲気も出てるけど、次だって村雨でしょ、倒せそうな雰囲気も出てるよ。食らいたい？いや、一応ハート取っとこうか、じゃあ念のためね、どれぐらい食らうのかっていうのはね。確かに、まあ食らっても食らったことない？食らったけど、まあ生き残ったんで倒したね。すいません、お見せできなくて。 OK です。まあでも結構食らうんですよ。なんかね、なんかあうわーってなったのあるぐらいは食らうんで、しかもスタン付きなんで。あ、スタン付きか、それ厄介だね。注意ということでね。確かに結構早いターンだから気をつけないとね。あそこの今回もね右のハート取ってきました。はい、これねちょっとねこういったパターン変わってるんで、そこにえっえっ嘘。じゃ結構上目にあるんだね。そうですね。俺いつもこの右上のアビロック残しといて移動した時に上行くじゃないですか。はまりますか。そう、はまりハマりがち。いつも狙ってるんですけどハマったことある？毎回ハマって倒してる。マジで？ハマりにする？じゃあ今回もハマりにしちゃおうよ。これ多分アステルいける、いい感じじゃないですか。お、いける？いけんじゃないですか。いける？お、いけんじゃないですか。いける？いけいけいけ。この角度は試したことない。いっていってみ？いってみ？あ、残念。お、ハマった。ここはハマれるんですよね。あ、なるほどですね。上からいけるの？上から？下からもいける？下からもいける。下からも。下からね、右から。この画面から見たら右からポンって。なるほどなるほど。あ、こうやっていけばよかったんちゃう？まあでも。いいでしょう。さあ、ここからは AT フィールドを敵が張って、ボスが張ってますので、破壊いきます。はい。AT フィールドを破壊します。そう、スピードアップついてるからね。あ、そうだね。お、もう壊れた。そうね、比較的柔らかい。そうだね、ラーちゃんは60万以上ありそうですけど、これは40万ぐらい。40万あったんだ。50万かと思ってた。どうしよっかな。なんか友情拾っても、なんか意外となんもないですね、友情。うん。でも、拾おう。うん。よし、あ、オッケーオッケーオッケー。カイ倒しましたよ。カイ倒しましたね。あ、怒ってるカイ。あ、でも横レーザーなんでね。あ、すぐ怒りやんか。優しいカイ。優しいね。オッケーです。あ、よし、ここでアスカ大暴れできるんじゃないですか。来ましたね、アスカのシュート。ああ、逃げ逃げされて逃げ逃げ。この攻撃がね、またね逃げ逃げ可愛いですよね。でも痛いんでね。痛い。見た目以上に。にぎにちょっと痛く、言い方良くなかった。ごめんなさい。強めのにぎに。で、これ移動。次移動です。移動。お、これ。お、これ。お、これ。友情表って。ああ、オッケーです。イエス。上にはまってもいいよ。おし、オッケー、オッケー、オッケー。友情表って。ああ。意外と判定左ね。広いっすね。広いじゃない。狭いっす。狭いに入りたいね、これ。上になんか入りそう。入ります。よし。おお。意外と判定ない。ない。で、右上がまた、ニギニギが来る。ニギニギが来る。あ、しかも大横ニギニギですからね。そう、大ニギニギですね。おうまい、おうまい。おうまい。素晴らしい。スペロ。スペロ。スペロですね、これは。で、こんな調子で、ステージが続いていきます。はい。ね、なんか。順調ですね。びっくりする攻撃がね、意外と来ないんですよね。まあこっちからいっていいですか。 OK です。そう、びっくりする攻撃がね、この9ターンと11ターンとね、結構長めなんでね。そうそう、よし、高い。ありがとう。これ、なんか、一人でやった時、上のアビロンにレーザーバリアあった記憶があるんですけど。いや、ありますよ、今。今ありますね。あ、ある？ありました、今。あ、本当？実は。このね、背景ピンクでね、気づきにくいかもしれないですけれども、右上のアビロと、あと召喚されるアビロ？召喚されるよね、確か、ここアビロ。された気がする、された気がする。されますよ、おそらく。いや、されねえわ。もういたから。いや、されないの？見てみますか。でももうないよね、召喚される。するとしたら右下の子がするんだよね。ああ、あれ、ちょっと待って。じゃあこれちょっとお願いして。検証。これ、あと取んない方です。取っていいっすよ。でも結構 HP やばいっすね。移動なんで次。あ、倒しちゃった、倒しちゃった。まあよし、まあアビロックと何か。まあでも次も来ないですね。見れそう。じゃあ大丈夫だ。ちょっと勘違いだったかもしれないです。中ボスだったかもしれないです。 OK です、OK です。中ボスはなんか毎ターンのようにアビリティロック、レーザーバリを張ったアビリティロックが召喚されてしまう。何なんですかね、あれですかね、アーサーフジですかね。一応そうですね。でもめっちゃ朝強いね。そう、朝めっちゃ強いっていう。朝めっちゃ強い。斬撃ババ。おお、斬撃。お、これタイガーキャノンしていいよ。いいよ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 。いいっすか。いやでもタイガーキャノンね、結局 AT フィールドあるからね。絶対しない方がいい。 AT フィールドにやろう。あ、カインにやってもいいよ。カインやろう。ちょっと待ってよ、これ意外とさ、これ AT フィールド貫通したりするんじゃない？お、意外とやっちまえ。なるほど。アビロダメじゃねえか。カンカンあっち行ってほしいですね。AT フィールド行ってほしいかもしれない。次アスカをぶち込むんで AT フィールド上がりしましょう。意外と柔らかいからね AT フィールド。ああ、なるほど。お、いったいったいった。よし、いったいったいった。40万っすね。そうですね、柔らかいですね。でね、このアスカの SS なんですけども、号令自強化多強化ね。これ当たるかな。まあ、ご問題に拾いますか。薬なんか方向指定すれば勝手に動きますよ。え？ま嘘でしょ。おのおのおのとなんか方向指定したらなんか遠隔でなんか動画してくれる。それどういうこと？だからアスカがこうやって見てる方向にのやつが動くの。俺って嘘？いや俺動画で見たんだけど。さっき使った感じそうだった。ちょっと要検証できます。ほんと俺だって紹介されてたもん。紹介強くない？いや強いよだから。それどういうこと？知らんよ。やばい。じゃ今打ったつもりだった。オッケー。ごめん。何？ちょっとわかんないその言ってること。だからアスカが向いてる方向。今すげえ拡散弾をねまとめて食らって非常にピンチです。だからそう。だから HP 見て HP 見て。HP やばいそれやばい。アスカに気を取られててこれね今ね会議をね放置してたらね拡散なんです。あれ35000くらいました。これ当たりねえな。カンカンで良さそう。そうっすね。それから下の会を倒しに行くと会は横レーザーかな。次横レーザーか。次こっちよ。惜しい。よし細いからもらわなかったね。もし行きましょうか。白キラーで出るかな。おかんかおいいね。じゃあ宮本先生やっておしまい。このために取っておいた。もういい。お願いします。勝ったな。もうそれだいぶ前にやった。勝ったな。勝ち申した碇玄郎さんのね、満身がね、毎回垣間見れる。おい玄郎さんちょっと満身するんですよね。よし早いよっていうことで一瞬危なかったけど。危なかったですね。無事クリアできました。ちょっと待って、アスカの SS が何？アスカの SS はだから向いた方向の味方を動かすんだ。でも今五右衛門と相良と動いてたよ。だから当たっても動く。当たっても動くし、その軌道上にいる人が動くってこと。そう。じゃあこれがアスカで、これがボスで、これがなんかでも敵は貫通しなかった。さっき見た感じこれでこう示しても動かないです。このボスが邪魔でここにもし味方がいるとして、味方の方向を向いたらこの味方が遠隔で先に動く。それはでも当たるからって話じゃないの？いや当たるからってかもう先にボーンでなんかそうなんですね。先になんか動いてた。これ映ってないこういうやつ。まあでも結局そっちに行くから別にいいのか。別にいいけどなんか先に動くんだ。これ全然意味わかんない。全然意味わかんない。じゃあこれやるとだから今はもう映ってるんですよ。だからこれをやっても意味ないと。そう、これやっても意味なかった。でこれが味方でこれやるとこいつが動くと。それは当たるから動くわ。そう当たるから動くんだけど先に動くんだよね。へえ。なるほど。ためになった。当たるじゃん。そう当たりに行って結局そうどうせ当たるから先動いてるよ的なことですか。先動いちゃうんですよ。じゃあ先行ってるぜみたいな。そうそうか。軌道上にいるやつはもう先に動く。じゃあなんか面白いですね。なんかこんなびっくりされると本当かなって今はちょっと不安なんですけど、いやそうでしたよ。で触れた見方もパワーアップすると。触れた見方が一旦の間かなパワーアップするので、できるだけね、まあ号令はもちろんなんですけど味方に当たっていきましょう。これちなみに何も書いてないです。お絵描きにさあということでデスアックねそんな難しくないのでぜひねみんなの運枠を持ち寄って重力バリアの運曲作りに励んでみるのもいいのではないでしょうか。確かに重力バリアの運枠いいっすからね。重力バリアの運枠よくないですか。だから重力バリアそうなんです。パパゾンさん俺なんかやべえこと言ったかなって。重力バリアの運枠を持ってる人たちで集まって作ってみるのもいいんじゃないでしょうかって言いたかったの。なるほどすいません。そういうことです。重力バリアのうまくいいよねって。こいつ重力っすよね。そうですね。こいつ自体も重力なんですね。そういうことです。というわけでいかがでしたでしょうか。今日全く噛み合わなかったね。そういう時もありますね。まあねモンストでね噛み合ってればねそれでいいんですよね。そうちょっとプレイで噛み合わせましょう。というわけでいつものように宮坊先生のこの辺にチャンネル登録のボタンがあると思いますのでそちらからどうか登録お願いいたします。はい、スマートフォンからご覧の方は画面下概要欄の方から、登録用の URL からぜひご登録お願いいたします。はい、あるいはまだまだハイツアップ楽しい動画がたくさんありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、あと毎週日曜日じゃない月曜日毎週月曜日ね、はい、の、21時からニコニコ生放送モンストのものをやっておりますので、はい、ぜひそちら見てください。ご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。申し訳ございませんでした。アスカウリエル、これ当たらないと動きません。すいませんでした。